インパクト、バドミントンのインパクトを練習するときに一番いい方法がこのバックのサイドハンド。このサイドハンドがしっかりできたら、バドミントンの全部のショットが全部飛んでる。で、なんでかというと、バックハンドのサイドハンドはこの打ち方一つしかできないんですよ。これがこういうふうに肘が前に出るとか手首が出てこういう打ち方になるとこれはちゃんとしたインパクトが得られないですから、まず基本的にはインスタティースタングリップから肘を軽度曲げて手首を立てる、これが基本的なものです。そこからラケットを倒す、このまま倒す、そして戻してここで当てます。で、ここに戻す。この時に重要なのが肘の位置が動いていない。ここから倒す、戻す、もう一回倒す。で、当たる位置です。シャトルを捉えるのがここの、この位置より少し前、手首より少し前のこの位置で当たるとパスっていうインパクトが得られます。逆にここまだ手首より後ろの位置、この位置で当たるとしっかりインパクトが得られないですから、一回じゃあ、ダメなインパクトやってみます。ここで当たると一番いい。